おじか交通株式会社は、長崎県北松浦郡おじか町に本社を置き、同町域のおじか島とぶち島で、路線バスを運行するバス事業者である。1958年11月から、おじか島で、路線バスを運行していた西小江自動車が、おじか町内の路線から撤退するのを受け、1992年に設立された第三セクターのバス事業者である。資本金2000万円で、 小じかちが1700万円、島内の自動車修理業者の福崎モータースが200万円、西小井自動車が100万円を出資する。2008年4月から日曜日は全便運休となり、同年9月末までの試験的措置として、それまでの120円290円の区間性運賃を200円の均一運賃とした。また、同年4月中旬から、 国の地方再生モデル事業の一環として、国と長崎県からの補助を受け車両を小型ノンステップバスに置き換えた。新車両は青色地に、おじか町のマスコットキャラクターと同じ名の地下丸号の愛称が付けられている。従来の車両長崎スマートカードの導入予定はない。おじか島の南端部にあるおじか F 機構を拠点とする。一家はすべておじか町公式ウェブサイト内の情報。 ありがとうございます。